その頃、いつきは、相も変わらず、空虚な顔で道を歩いていた。あ、何者です。私は、魔法を使う宇宙人である。そうなんですか。そう。僕に何の用です。あなたには隠された力があるので、私はそれを狙っている。迷惑だと言ったらどうします?強引な手を使ってでも、私はあなたを手に入れるだろう。強引な手とは何でしょうか?こうするのだ。危ない!うわ!ここはひとまず退散しておく。けれど次はそうはいかないのだ。その時までに自分の戒名を用意することだ。今度こそ私は容赦なくお前を打ち滅ぼすだろう。あなたは誰ですか？私は通りすがりのバニーガールです。それだけなんです。さよなら。あの人は一体？無駄に不思議そうな眼差しでミクロを見送るイツキであった。ってなんだこのパンアップは。ここでまたごっそりと過程が省かれる。それっぽいなんやかんやがあった後に再び戦いの火蓋が切られることになったんだろう、多分。あなたこそこの時代から消え去るがいい。彼は我々が手に入れるのだ。彼には貴重な価値があるのだ。その一環としてまず地球を侵略する。そんなことはさせないのです。この命に変えてでも。ではその命も我々がいただこう。スターリング・インフェルノとかいうやつから出る魔力か電波かで、鶴屋さん他2名は自意識を喪失した操り人形と化してしまったようだ。これではミクロは手を出せない。どうするミクル？どうしようもなかった。どうしました？捕まってください。落ち着いて。ところでいきなり現れたイツキはこれまでどこにいたのだろうか。さっきうっかり映ってた気もするが。冷たかった。こんなところで一体何をしていたのですか？その悪い人に池に、そのそこで気絶するの？キュウ。しっかりしてください。普通は救急車を呼ぶか周囲の民家に助けを呼びに行くかするものだが、この少年は意識を失った無垢な美少女、お姫様抱っこでどこへ連れて行こうというのだこの野郎。第一、さっきまでいたユキたちはとどめも刺さずに一体どこへ消えてしまったのだろうか。様々な謎や矛盾をことごとくほったらかしにして、この物語はようやく半分に達する。ってまだ半分あるのかこれ。ここはイツキの自宅のようだ。それよりも気になるのは担ぎ込まれたミクルの何気に湯上がりの格好だが、これはもしや気絶してる間にイツキがミクルを風呂に入れたということなのだろうか。いや、そうに違いない。ならばここは誰だって疑問が激怒からしまいには殺意に急変するところなのだが、あえて今は湧き上がる感情を押し殺して深く考えないことにしたい。我々の予測範囲内で動く登場人物に人間的リアリティなどあるわけがないからだ。
やぶから棒になんだこれは。それ以上顔を近づけると、さすがに予定外の人物がフレームインして蹴りを入れてやるぞ。おい、待つがよい。小泉いつき、あなたは彼女を選ぶべきではない。あなたの力は私と共にあって初めて有効性を持つことになるのである。え、それはどういうことですか。まず窓からユキが現れたことを驚かないのだろうか。今言えるのは、あなたの選択肢は二つあるということだ。私と共に宇宙をあるべき姿へと進行させるか、彼女に味方して未来の可能性を摘み取るか。いつきはいつになく真剣に悩んでいた。しかしさっきの長門のユキのセリフはいつきに向かって言ってるんだよな。なるほど。どっちにしても彼、いや、このシーンは僕ですが、僕が鍵となっているのですね。そして鍵そのものに効力はない。鍵はあくまで扉を開ける手段でしかないものです。その扉を開けた時、何かが変わるのでしょう。おそらく変わるのは、それはわかりましたよ、ユキさん。ですが今の僕には決定権がない。まだ結論を出すには早すぎると僕は考えます。保留ってことで今は手を打ちませんか。僕たちにはまだ考える時間が必要なんです。あなたたちが全ての真相を語ってくれるなら別かもしれませんが、その時は遠からず来るだろう。しかし今でないことも確かだ。我々は情報の不足を何よりも可視とする習慣がある。可能性の段階では明確な行動を取ることはできないのだ。伏線といえば聞こえのいい意味不明な会話であったが、いつきとユキの間にはなぜか共通認識が芽生えたようだった。この模型屋さんは山土刑事さん28歳が去年脱サラして開店オープンしたんだそうです。趣味が工事だばっかりにやっちゃったって感じです。案の定売上は思うように伸びず、今年度前期派昨年対比で伸長率 80% なので、皆さんどんどん買いに来てあげてください。持つんですか。人に向けて撃ってはいけません。空き缶でも撃って我慢しましょう。撃つの。さて、そろそろストーリーを大きも失せてきた頃だと思うが、いきなりの急展開だ。ミクルとイツキの同棲生活が始まった。